皆さんこんにちは。環境のいい町に住みましょう。今日ご紹介する町は京王井の頭線の井の頭公園駅。その名の通り、井の頭公園の入り口に位置します。1日の乗降人員わずか4900人。右手に見えるこちらが井の頭公園ですね。位置はこのような感じになっています。お部屋のそばにこのような公園があるといいですね。駅降りて右手のこちらがもう公園の入り口になります。人生を左右する部屋探し、住み始めてわかる、こんなはずじゃなかった、そんな思いをしないためにも治安環境の良い街の動画をまとめてみました。井の頭線の高架の線路が見えますね。それでは最初のお部屋に行ってみましょう。このガードをくぐってすぐ左手です。わずか駅からなんと1分、申し分ないですね。距離は日当たりも良さそうです。家賃59,000円、管理費込みです。広さが 18.02 平米、広いですね。建物もしっかりしてます。一つ難点は線路の横ですから音ですね。それさえ気にしなければ非常にお得だと思います。東京は街によって優しい顔、とても怖い顔があります。東京の部屋選びは間取りよりも私は街の環境が大切だと思います。このチャンネルは東京生まれの私が治安が良く安心して住める街の動画を配信しているチャンネルです。ぜひ参考にしてください。この辺はやっぱり高級住宅街ですから、この右手の建物は面白い建物ですね。個性的な建物が目立ちます。この道をまっすぐ行きますと吉祥寺になります。吉祥寺までわずか600メートルですね。その代わり家賃がなんと 10%、15% 安いのでお得感大ですね。それでは次のこちらのお部屋をご紹介します。家賃53,000円、徒歩5分、 16.56 平米、十分ではないでしょうか。大きな建物が多いですね。羨ましい限りです。
これからも多くの安心して住める街の動画を配信していきますので、応援の意味でチャンネル登録お願いいたします。都内で見たい街ありましたらリクエストも受けてますので、コメント欄にご連絡ください。それでは次ご紹介するお部屋に向かうことにしましょう。こちらの建物ですね、おしゃれですね。家賃がここは少し高いです。94,000円、徒歩6分。やはり広いですね。 26.62 平米、一人では十分すぎるのではないでしょうか。設備が充実しています。建物もおしゃれですね。それでは少し街を散策して公園の入り口に戻ってみましょう。やっぱり素晴らしい住宅街ですね。雰囲気が素晴らしいです。大きな建物ですね。こちらは保育園か何かですかね。でも個性的な素晴らしい建物が多いですね。さあ公園の入り口に戻ってきました。まず公園を散策してみましょう。春は桜で満開ですね。今日はやはり天気がいいですから気持ちいいですね。やっぱり部屋のそばにこのような公園があると部屋自体の付加価値も高くなりますね。公園に歴史がありますから木が非常に高いですね。本当に気持ちいい公園です。私大好きなんです。この公園の中には井の頭自然文化園もありまして、動物園も併設してるんですね。公園を散歩しながらボートに乗って動物園に行って、
ショッピングで吉祥寺に帰りに寄る、もう素晴らしいデートコースですね。私も一度住んでみたかったですね。また日曜日はほのぼのして気持ちいいんですよ。こんな公園の横に家を持ってる方が羨ましいですね。これだけで資産価値は上がりますね。お部屋を契約する前に一度自分の足で内見した部屋を駅からもう一度歩いてみてください。違う景色が見えてくるはずです。失敗しない部屋選び、自分の足で見て部屋を決めても遅くはありません。大切なお部屋です。こちらがメインの池になりますね。あのスワンドボート30分700円だそうです。安いですね。やっぱり向こう側から見る景色もまた違いますからね。非常に綺麗だと思います。デートは最高ですね。今日は平日ですから人は少ないですが、土曜日日曜日になると本当にいい感じの雰囲気が出てるんですよ。もうこの辺は春になると桜が満開ですね。もうこちらからですと吉祥寺まで歩いて5、6分というところでしょうか。これしだれてるものは皆桜です。非常に春は綺麗です。こちらが吉祥寺から来ると入り口になります。雰囲気のある階段ですね。それでは治安や環境のいい次の町へ向かうことにしましょう。今日はありがとうございました。